こんにちは、越前タンス匠工房の伝統工芸士の小柳典和です。私は創業100年の小柳タンスの4代目として、オーダー家具を中心に家具の修理、修繕、オーダーメイドの越前タンスの製作を行っております。当工房を知られた方の中には、越前タンスのテレビボードを見られた方も多いかと思います。今日は現代に生きるタンス職人として考える一つの答えについてお話しさせていただきたく思います。幼い頃から家がタンス屋だったこともあり、いつもコッパで遊んでいました。そうやって木に触れて遊んでいる時に、そばで見ていたじいちゃんの仕事、そのおじいちゃんが作った切りタンスがあまりにも素晴らしくて、将来はじいちゃんのようみたいな職人になりたいなと思うようになりました。私は子供の頃プラモデルが好きで、それこそパーツの一つ一つまで塗装の色を変えるなどですね、こだわりすぎる一面がありました。あまりにもこだわるものですから、プラモデル屋のおじさんも困っていました。そのこだわりが精密すぎるタンス、越前タンス作りに役に立っていると思います。今思えば、このこだわりすぎる性格が越前タンス職人になったきっかけなんだなと思います。今のタンスはどちらかというと消耗品のように感じています。壊れたら捨てたり、引っ越しの時にわざわざ次の家に持って行きたくなるようなものではありません。それはそれで合理化されており、今のタンスの在り方なんだと思います。しかし越前タンスは洋服をしまったり物を入れるタンスではありません。家の顔になるようなタンスであり、インテリアでもあります。じゃあなぜ家の顔になるのか。それは100年続く家具であり、先祖代々受け継ぐことのできる家宝になるからです。苦労はないですが、こだわりすぎる性格のせいで、越前タンスのオーダー内容によっては制作期間に1年ほどいただく場合もあります。でもそれだけ待っていただいたお客様のもとへ納品した時には、まるで我が子を手放したような、そんな寂しさを覚えます。しかしそれを上回るお客様の喜びの声、例えばお客様が SNS に写真をアップされて、それを見られた方が素敵ですねや自分も欲しいとコメントをくださったりした時に喜びを感じます。平成25年に伝統工芸に指定された越前タンスですが、現在一から越前タンスを作れる職人は私が知る限り私を含め3人しかいません。ましてやオーダーメイドで現代のニーズに合わせた本物をご提案できる職人というのは私だけではないでしょうか。これからの越前タンスの未来のために現在後継者を育てています。周りからはまだ若いのにもう後継者を育ててるのと言われることもありますが、これだけ素晴らしい越前タンスを後世に伝えるためには、やはり今からの取り組みが大切だと思います。越前タンスの使い方について先ほどもお話ししましたが、越前タンスは洋服や物をしまうタンスではありません。絵画や美術品のように家の顔として玄関や人目につく場所などに置かれる方が多いみたいです。まさに見せるタンスです。越前タンスをしつらえたら家に遊びに来る人が増えたと、お客様からも喜びの声をいただくこともございます。このように越前タンスはただの収納家具ではありません。人を引きつけ魅了し、後世に残るものです。あなただけの越前タンスの使い方、見せ方をぜひ人生の中で見つけてください。